現代に見る清洲越しの距離感。清洲城模擬天守から見た名古屋城。清洲越しは、慶長17年頃から元那2年までの頃に行われた名古屋城の築城に伴う清洲から名古屋への都市の移転を言う。これにより名古屋という都市が誕生した。本校で扱う清洲越しには、従来より表記の根用が見られ、文献によっては清須越などの表記も見られる。 以下本校における記述は、清洲越しで統一する。終わり国の中心は、長らく、清洲城とその城下町であった。慶長5年の関ヶ原の戦い以降、大阪の豊臣市の勢力に対抗しなければならない政治情勢にあった。徳川家康は、清洲城を豊臣家対抗の拠点と考えていたが、清洲は、省内川水系の下流域にあたり、水害が多発すること、 水攻めされると兵糧に欠くこと、清ス城が天正地震で液状化したこと、城郭が小規模で大量の兵を駐屯させられないなどの弱点があった。そこで家康の指示のもと、慶長城14年、現在でいう厚田大地の上に新たに城を築き、新しい都市を開発することとなった。慶長15年、西国諸大名の助役による天下武神で名古屋城の築城が開始した。 慶長十七年頃には、名古屋城を北端に、南北には、現在の本町通が東西には、天満町通りが付設され、これを中心に、名古屋城下の五番割の町割が実施された。天満町通りは、東端で、飯田街道とつながっていた。五番割の実施された範囲は、北は、名古屋城に隣接する、外堀筋、南は、堀切筋、東は、久屋町、西は、 美園町の範囲であった。美園町の西側には、同時期に、堀川が掘削された。この範囲は、現在の町名で言えば、丸の内と西木の地域に相当する。清洲越しにより、家臣、町人のみならず、神社、仏閣も、社寺三社百十字、清洲城下の町屋約2700個のほとんどが移転し、清洲城商店主も名古屋に移った。その際町名も、 清須から名古屋へ移し、町人は原則として移転時に住んでいた町に居住することとしたとされる。現在でも名古屋では清須越しを経験した旧家であることが伝統と格式を示すものとされる。ありがとうございます。